メリクローンからのムサドゥアーフナムアも大きく育ってきているんですが、メリクローン内のドゥアーフナムアの中には一種の交際模様みたいな不意、まあ縞模様と言った方がいいかもしれませんが、そういうバナナ苗が結構出たんですね。で、この交際模様がどういう経緯なのか観察考察してきたんですが、フイナムアでメリクローンじゃないものの中で斑がちょっとしか入らないタイプのものがあるんですね。まあ、ナムアの斑入りバナナといってもこういうふうに非常にはっきりした斑入りもあればですね、あとまあ黄斑優位のものもありますし、それでロストラータさんがヤフーオークションに出したもので、こういう葉身のごく一部にしか斑が入らないものがあるんですね。で、こういう葉が展開する前は巻き葉を上から覗いてみると交際模様に近い縞模様の斑が最初出ていて、そしてそれが薄れていって残ったものはこんな感じの斑なんですね。まあこれなんかはナムアパールに近いですよね。それで斑が非常に少ないもの、まあ大きくなったものですとこんな感じになるんですね。こういうほんのちょっとした斑ですね。葉身に対する斑の面積は非常に少ないです。で、あのようなタイプのものが本年私の方でオークションに出しましたメリクローン苗のムサドゥアーフナムアバリエガータにはたくさん出たんですが、その後こういう交際模様の斑が消えていって、そうしてメリクローン化されていないロストラータさんが、尾崎さんが出品されたような斑が出れば面白いとは思うんですが、それがなかなか出ないんですね。こういう交際模様のはあっても斑入りと言えるようなものがですねあまりないんですね。ところがたまにですね、こういうふうに先ほど尾崎さんので尾崎さん出品ので見ましたように、こういう斑が出始めるものがちょっとだけあるんですね。交際模様は最初はですね、この葉身の葉柄に近い方に多いんです。そしてそれが、まあ、薄れていって、これですと歩かないか分かんないぐらいなんですね。薄れていってメリクローン苗でないとこういうふうにですね、こういうふうがもっとはっきり出るんですね。これはかすかに出てきてるんです。ここにも出てきていますから、まあ、ある程度不意といってもおかしくはないんですが、これはおそらくナムアバナナ
の前身の一つと言われている谷から来てるんだと思うんですね。で、谷バナナは葉っぱがですね、いろんな形してて、まあ、ある方が奇形、私が異形とか変形とか言っているようなタイプの葉っぱ、小さいけど、これはちょっと今言いました異形、変形、奇形、葉に近いですよね。こういうものは谷にもよく見られ、よくっていうかたまに見られるんですね。でもう一つの方の在来種の配合種のもう一つの在来種と言われているものはおそらくマルハ系統だったんじゃないかと思うんです。でそういうもの同士が組み合わさるとフが様々に現れたりマルハが現れたりそれからマルハじゃないタイプのものが現れたりとかつての親およびその2種類の親のそれぞれの親ですからこのムサ・ドワフ・ナムワから見たら親が2つあってその親がまた2種類ずつありますと最低4種類場合によっては8種類16種類と先祖たちが持っていたいろいろな形態的遺伝子群ですねがアットランダムにあれこれ出るわけですね。で私の方では今回は500本メリクロン苗を入手しましたのでそれらから例えば交際模様が出たとこういうメリクロン化されないで固定化された斑入りバナナ斑入りナムアみたいなものを選抜していきますとそれらはメリクロン化されていなかった斑入りバナナ斑入りナムアとほぼ似たような形に再度固定化されると思うんですね。まあある方がいろいろな理由からですね失敗苗と言われていますが失敗苗ではないんです。いろいろな子孫祖先ですね子孫じゃない祖先の形態的特徴の遺伝子がアットランダムに現れてきた。要するにムサ・ドワーフ・ナムワというのはこうだっていうことをほとんどの人は知らないんですね。マルハ優先っていうけどもたくさん見てきますとマルハだけではないんですね。ましてや大きくなっていて結実しますとマルハ優先どうのこうのなんて言えないような葉っぱになるんですね。それで日本ではまあバナナの知識というのはほとんどないに等しいですからムサナムアドワーフナムアというのはこういうようなものと言えるほど固定化されたものではないんです。たくさん見ますとね株数をたくさん見ますと一般的に思われている刷り込み情報というのはかなりアバウトなものでまたいい加減な情報も混入してるんですね。それでこういうものを固定化していきたいと自分で思うならばたくさんの株から選抜して水芽を取るまた選抜して水芽を取るとして
というふうにしていけば、自分好みの固定的な形態を保持しやすくなるんですね。それでも栽培環境とか気象条件がそれまでとは違う状況になると、また先祖返りは起こりうるんですね。固定種というのはこうと決まったものではなくて、その栽培環境においてある程度の形態的特徴を環境、生育環境条件に合わせて出して生存し続ける能力のことを言うんですね。固定種だからこう、これ以外は変形、奇形、異形とかそういうことではないんですね。種でもそうなんですよ。苗だけじゃなく、固定種の種だからいつでも 100% 決まった形態っていうことはないんです。天然農法家の藤井博先生が言われているようにね、固定種といえども幅を持ってるんです。個性を発揮する、個体としての個性を発揮する幅を 2,3 割は持ってるんです。ですから固定種なのに違うものが出てきたと言っても、その種の販売者が間違ったことをしたということではないんです。購入した人がどういう生育環境でどういう栽培法をしたかによって 2,3 割の幅がある形態的特徴というのは出てくるんですね。固定種の種から取ったバナナだからいつでも一緒と、そんなことはないんですね。ましてや苗の場合にはもっと変異しやすいんですね。ということで、まあこういうフイリードワーフナムワーといえるようなものを選抜していっていって、私が一旦固定化すると、それはある程度の確率で、ある程度というかかなりの確率でフイリナムワーバナナの株分け苗を取ることができるようになるわけですね。まあ自分のこともですね、バナナ苗だけじゃなく植物だけじゃなく、自分の親、そしてそのおじいちゃんおばあちゃんと二人の両親だけじゃなく、肉身のおじいちゃんおばあちゃん4人、それから8人16人と、まあ何世代も遡っていくと、なんでこんな子供ができたんだろうなって、7、8人も子供を作るような親はね、私にも主人にも似てないわって言ったって、そりゃ自分たちに関係ある祖先ですねの誰かの性質、癖が出てきているということも考えられるわけです。もちろん新生児が過去生から持ち越したユニークな個性が出るということもあるんですね。まあ、私はそうやっていろいろな植物、特にバナナ苗ですねを栽培していて、どうしてこのような形態が出てくるんだろうということと、自分がそれまでは気がつかなかったような性質、考え方などが出てくるのはどうしてなんだろうと、まあ、こういうふうに考察しますとですね、かつて入力されて保存されている記憶、まあ、洋画の方ではサンスカーラとかバーサナーとかややこしい表現を使いますが、そういうものがこれまでは出てこなかったのに今出てきたというようなことに、まあ、かなり興味があるんですね。で、そういうものを解消していって、一切のバーサナー、実家、考え癖、あるいは束縛をなくしていくというのがヨーガの修行ですので、植物を栽培する場合も、で自己教育としてのヨーガ修行などをする場合でも、生き物という観点からはですね、同等の価値を置いて観察するようにしてるんですね。
これはいいとか、これは気に食わないとか、そんなことだけでは大した栽培ではないですね。これはもしかすると少なめの腐葉が固定化される株になるかもしれないので、これを育てていってまた小株を取ってみようかと思います。